皆さんこんにちは。こんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます上本千夏と小田島まりもです。よろしくお願いいたします。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストをお招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。この番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。東京タワー展望台1階クラブ333から公開生放送でお送りいたします。まずは東京タワーからお知らせです。バベルの塔展開催を記念して伝説上のタワーであるバベルの塔と東京タワーが展覧会会期中期間限定で友好タワーとして提携することになりました。この友好タワー提携を祝し両会場で友好タワー提携記念スタンプラリーを実施しています。非売品のオリジナルノベルティがもらえますのでぜひチャレンジしてください。詳細につきましては東京タワー公式ホームページをご覧ください。それでは本日の東京タワー TV 出演者をご紹介します。この後すぐ三味線奏者山口浩二さんのライブをお送りします。5時からは東京タワー TV レギュラー高本孝之さんのライブインタワーをお送りします。ゲストに今井優子さんをお迎えいたします。7時からは三味線奏者山口浩二さんのライブ第2部をお送りいたします。今週も盛りだくさんな内容で東京タワー TV スタートです。それではお待たせいたしました。この後登場する山口浩二さんをご紹介いたします。幼少の頃より三味線、民謡、太鼓、沖縄の三線など伝統芸能に慣れ親しむ環境に育ち三味線界の若き志士として注目されています。数々の全国大会にて優勝、受賞歴を誇り芸術のエキスパートたちが集う愛知芸術文化協会の会員でもあります。細川たかしさんをはじめあらゆるジャンルのバック奏者やテレビ番組 MC の音楽制作、愛知県の事業として結成された愛知技能応援団の音楽監修も務めています。また吉田兄弟の弟吉田健一さんプロデュースの三味線集団疾風のメンバーとしても活動しています。さらには山口浩二三弦会会主として三味線教室も各地に展開し世界に羽ばたく演奏家を輩出されています。今年の1月にはファーストアルバム世界へをリリースされました。それではご登場いただきましょう。山口浩二さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
皆さん改めましてこんにちは。今日は名古屋からやってきました三味線の山口浩二と言います。どうぞよろしくお願いします。もう皆さん景色がすごい綺麗で、僕は生まれて初めて東京タワー登ったかもしれん、すごい嬉しいなと思いながら、綺麗だなと思いながらライブさせてもらおうと思います。どうぞよろしくお願いします。1曲目はですね、パーカッションと三味線とで、アドリブでソロ演奏をお届けしました。続いては僕のオリジナル曲から、シルクハットという曲をお届けしたいなと思うんですけれども、まずは皆さんに手拍子してもらいたいなと思っております。皆さん僕についてください。クラップハンズ、カメバリー、カモン。もう少し大きい音でもらっていいですか。でちょっと準備してたいからちょっと続けてて、申し上げますと、さっきから皆さんが手拍子打ってもらってるんですけど、徐々にずれてってるってことに気が付いてます。だんだん遅くなってってるんだ。はいはい、じゃあですね、続いての曲は、僕のオリジナル曲からシルクハットお届けしたいと思います。皆さんの手拍子が不可欠です。よろしくお願いします。じゃあですね、ここから僕のソロの部分に差し掛かるんですけど、少しだけ僕早く弾くのが得意で、できれば早く弾きたいんで、もう少しだけ皆さんテンポ上げてもらっていいですかね。じゃあ、カモン、ウィッシュ。そう、大きい音でください。
so much。 改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。いや、久しぶりに東京やってきた、名古屋からやってきました三味線の山口浩二と言います。今日はいろいろな三味線の音楽を楽しんでもらおうかなと思っております。皆さん時間が許す限りここでライブ聴いててください。よろしくお願いします。それではですね、今日パーカッション担当します、TK 高博。Next song、次の曲は一曲ね、カバーというか皆さんが知ってそうな曲を一曲お届けしようかなと思ってます。ただ動画の配信してるんで、なんかあんまり定食何かに触れるような曲は演奏できないなと思ったんで、やりますか。草競馬というアメリカ合衆国の民謡を一曲お届けしようかなと思ってます。曲名聞いて分かんないなって方は今から歌います。タンタラタン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 って曲なんですけど、これねいつも僕喋るんですけど、運動会で流れてそうな曲ですね。運動会で流れるのは天国と地獄って曲なんで、タタ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 タなのね。似てるんだけど違うんだわ。大体勘違いしてるね。一緒の曲だと思ってる人が多いんで、今から演奏する草競馬はアメリカ合衆国の民謡です。で僕とね高博の馬の蹄の音みたいなバカ調の音しますんで、ぜひそのあたり楽しんでもらって、スピードアップスピードダウン、そういったところを皆さんの手拍子で盛り上げてもらえたら嬉しいなと思ってます。聴いてください。最終コーナー曲がったぜ。盛り上がってもらえて、勝手に盛り上がってもらえてよかったです。どうですか、高博の馬の蹄のパーカッション。馬の蹄っぽく聞こえました。ちょっと走ってそうだもんね、馬がね。ねえ、はい、ありがとうございます続いての曲は、僕のソロ演奏1曲聴いてもらおうかなと思います。先ほど司会の方にご紹介いただいたように、1月の11日に、ファーストアルバム世界へというのを、リリースさせていただきました。その中に収録されているソロ演奏なんですけども、津軽ジョンカラ節という曲をイメージしまして、オマージュして演奏しました。ジョンカラ新世界という曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
come on! You're a pretender! Ah! Crossover. ヒューマンビートボックス U4U さんとのクロスオーバー、そして満月の夜という僕のミュージックビデオを YouTube で配信してますので、ぜひ山口浩二で調べて見てみてください。 NEXT TIME、僕のオリジナル曲から日はまた昇るお届けしたいと思います。皆さんクラップヘッド。
じゃあ皆さん手拍子続けてください。カモン。一応次の曲で最後の曲になります。最後は、まあ、三味線なんでね、日本の曲をちょっとロックにアレンジした曲をお届けしたいと思います。最後の曲は北海道民謡からソーラン節曲をお届けします。ソーラン節分かるよって人、全然聞こえんな、ソーラン節聞いたことあるよって人、おい。じゃあですね、この曲をお届けしたいと思うんですけど、僕が皆さんに今日最後にお願いしたいこと、それはですね、僕がカモンと言いましたら皆さんにはいはいとコールしてもらいたいんですけども、いいよ、声出せるよって方拍手お願いします。ありがとうお母さん、ちょっと早いなまだ。OK、 じゃあ一回練習してみてみましょう。プレイリターン、プレイザーひとみ。そのね、唐突に始まるカモンについてこれないっていうのは年齢のせいじゃないよ、多分ね、年齢のせいにすると多分だいぶひどいことになるから、もう一回いこうか。この辺の人たちが若いのは分かるんだけど、全然あの声が出てないね、分かる？めっちゃ見るからね今から。もう一回だけやります、練習。少しだけ皆さんの手拍子を聞かせてください。ワビゲ
朝からみんなでクラブミュージックずっと聴いてたんですよ。だからちょっとなんかノリがクラブみたいになっちゃってるんですけど、お許しください。ちゃんと三味線弾いてます。じゃあパーカッション TAKAHIRO。熱狂的なライブで感想はいかがでしたか？いやもうひたすら自分が楽しいという時間をいつも作ってしまうので、まあ、ついてきていただくお客様には大変申し訳ないところ多々あるかもしれませんけども大変楽しく今日も素晴らしい景色の中で東京タワーでライブができました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今後のライブの予定があればこちらで教えていただきたいと思います。そうですね、はい、いろいろと地元名古屋ですので、はい、名古屋でもライブやってるんですけれども、はい、なかなか関東に来ることないですが、ぜひホームページとかですね、山口浩二で、はい、SNS、Twitter、Instagram、はい、ホームページやっておりますので、はい、ぜひ検索していただければ嬉しいなと思ってます、はいはい、皆様検索の方よろしくお願いいたします。この後ですね、皆様の右手の方で CD 販売ですね、その他物販ございますので、ぜひお立ち寄りください。本日のゲスト、山口浩二さんでした。どうもありがとうございました。この後5時からは東京タワー TV レギュラー竹本孝之さんのライブインタワーをお送りします。
ゲストに今井優子さんをお迎えします。それまでゆっくり東京タワーをお楽しみください。